母が思う子は私の愛するあの人は早く死んでしまわないだろうか。私の言うことなんて聞いてはくれないのだから。このネズミはただのネズミではない。いい？吹き矢っていうのはさ、目で狙うとダメなの。心の目で狙うわけ。つまんでは食い食っては捨て、つまんでは食い食っては捨て。夢見がちな生娘が夢見がちな男に恋をする、よくある話だ。このことは二人だけの秘密、二人だけの秘密の計画。